灼熱した金属。この赤い光は熱放射によるものであり、そのエネルギーの源は熱エネルギーである。熱エネルギーとは物質の内部エネルギーの内物質を構成する原子や分子の熱運動によるエネルギーを指し、ある温度での物質の内部エネルギーから絶対0度における内部エネルギーを差し引いたもの、あるいは原子や分子の温度によるエネルギーを指すことになる。 この概念は物理学や熱力学において明確に定義されておらず幅広く受け入れられていない。これは内部エネルギーは温度を変化させることなく変化させることができ、K の内部エネルギーのどの部分が熱に由来するのかを区別する方法がないためである。英語のサーマルエネルギーは K の内部エネルギーといったより厳密な熱力学量、熱、エネルギーの 伝達の一種として定義される剣熱の同義語として大雑把に使われることがある。熱と仕事はエネルギー伝達の手段に依存するが内部エネルギーは系の状態の性質であり、したがってエネルギーがどのようにしてそこについたかを知らなくても理解することができる。熱はより熱い系からより冷たい系へ自発的に伝達されるエネルギーである。熱は エネルギーの移動の形式であり、K の中に存在するものではない。熱は K の境界内にも含まれない。一方、内部エネルギーは K の性質である。理想気体において内部エネルギーは気体粒子の運動エネルギーの統計的平均であり、この運動が K の境界を超える熱の伝達の源及び効果である。理想気体の内部エネルギーはこの意味において 熱エネルギーと考えることができる。この場合、しかしながら、熱エネルギーと内部エネルギーは同一である。立想機体よりも複雑な系は相転移を起こす。相転移はその温度を変化させることなく系の内部エネルギーを変化させる。従って、熱エネルギーは温度だけで定義することはできない。熱エネルギーは内部エネルギーと系内外の総熱移動との差によって、 定義することもできない。これは、K が寸分違わの状態で始まり終わるが、このサイクルの間に熱が出入りする賞味の流れが存在する熱力学サイクルを構築することは容易だからである。これらの理由から、K の熱エネルギーの概念は明確に定義されておらず、熱力学では使われない。物質、活力、熱についてと題された1847年の講演で、 ジュールは、熱エネルギー及び熱と密接に関連する、様々な用語を特徴づけた。ジュールは、はっきりと異なる、物理現象、すなわち、粒子のポテンシャルエネルギー及び運動エネルギーに、影響を与える熱の形式として、線熱及び、顕熱という用語を定義した。ジュールは、粒子のある配置における、相互作用のエネルギー、すなわち、ポテンシャルエネルギーの位置形式として、 千熱を特徴づけ、ジュールが活力と呼んだ熱エネルギーが原因の温度計によって測定できる温度に影響を与えるエネルギーとして、剣熱を特徴づけた。ありがとうございます。